はい、エイリアンインバーション、今キャッチスピードが 100m です。でアイスマーケットでウォームディジェネをレベル200に上げたところで、もうどこに行っても寒くならなくなりました。では、リアクター使いまして、よっ、外れましたね。はい、では、こいつが襲ってきて、はい、これが全部当たったことはまだないです。ずっと、襲われています。はい、とりあえず勝てましたね。では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 、今の、現状のラスボスが、はい、ではまた勝てないんですけれども、どのくらい勝てないかを見ていきましょうか。今80まで削ることができました。まあまあまあ、一応よ、逃げて逃げて逃げ、よし、今は、77。ではこの辺でよっ、61。だんだんこいつ攻撃力上がるんですよね。あー、外した。というわけで諦めましょうか。はい、もう少し強くなったら、再挑戦します。ではでは。はい、キャッチスピードが234m になりました。とりあえずリアクター行きましょうか。200m で取りたかったんですけど、気づいたら200超えていたんで、まあ今の段階で。はい、この子に対しては、こちらの攻撃力あまり関係なさそうですね。はい、それでは、現状のラスボスを、今目指しています。こっちか。はい、ラスボスがこいつですね。 100m の時に半分くらいまで行けたんで、もう一歩先へ行きたいなぁと。倒せないまでも、25% は行きたいなぁっていうのが目標です。よいしょ、ここで一遍回復。50% 超えましたね。30、よいしょ、ちょっと道に迷った。25% 切った。いけるか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 。いった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 、よし！おめでとう！黄金の鍵を見つけました。近くに秘密鉱山がオープンしました。
近くっていうのはどこの近くかな。違うね。ではさっきのラスボスいたとこに行きましょうか。6時間後にまた登場で、秘密鉱山は、また探しておきます。ではでは。あ、これかこれか。ジェームスの店の横に秘密の鉱山。あ、ダイヤがもらえるんだ。はい、秘密の鉱山開きました。ではでは、エイリアンインバーション続けていきます。